この鬼岩左月が相勤めおりまする。さらにまた今般おそば近くには北もお使いいたしておりまする。それをまたさらに新しい森役とは、お金目さんとあらば致し方ござらん。腹かっきって果てるまで左月黙らっしゃい。まあまあ聞け。俺が梵天丸のために迎えたいのは学問の師、世に隠れもない瞑想知識、例えば武田信玄を育てた海鮮和尚のごとき人物よ。海鮮和尚公安は、そちは儒学者として諸国をめぐり見聞を広めたはず。良き考えがあれば申してくれ。はい。海鮮和尚門下には二甘露門と呼ばれる逸材がございまして、一人は美濃東光寺の小西禅師、一人は下野雲岩寺の大中禅師。うん、名前は聞いている。まず学芸の師としてはこの二人が第一でございましょう。そして第二は。第二はいらん、第一に限る。しかし果たして草深い大上は来るまいと申すか。 あらゆる手を尽くせ。この照宗が膝を屈してもよい。所領が欲しくば所領、寺が欲しくば寺を与えよう。小西禅師、あるいは大中禅師を梵天丸の師として迎えるのだ。何としてでも。ああ。